中国高速鉄道 CRH5 型電車とは中国の中華人民共和国鉄道部が第6次在来線スピードアップのためにフランスの TGV を製造したアルストム社と提携して導入した高速鉄道車両である。なお、外国からの技術移転をもとにライセンス生産されている全ての CRH 車両は和解号と呼ばれている。本形式は アルストム社の技術を導入して製造されたが、電気機関車による動力集中方式である TGV とは違い、旧フィアット社のペンドリーのイター600電車をベースとした動力分散方式による高速電車車両である。ただし、イター600と違い車体傾斜式車両ではない。営業運転での最高速度は時速 250km としている。 中国側が契約した数は60編成で、そのうち3編成はイタリアで製造され、完全な形で中国に引き渡された。また6編成は、組み立ては中国側とし、部品の状態で中国側に引き渡された。残りの51編成は、長春機動客車古墳有限公司が製造した。この契約内容は他の国へ発注した。 CRH1 から3型と同様である。2006年12月11日にイタリアから長州にへ先便で発送され、2007年1月に到着した。中国生産車両については2007年4月に鉄道部に納入され、営業運転で使用されている。2014年7月1日に CRH シリーズの車両番号表記が変更され、 元の番号がに変更されたのと同時に CRH5A のうち体幹設備を備えた編成は CRH5G 乾燥地帯向けの編成は CRH5H と形式が改められている。2016年11月11日には中国発の寒冷乾燥地域への対策を施した寝台高速列車 CRH5E が完成し、 中国鉄道公社試験を通じて量産資格を取得した。2017年7月6日に開通した放乱旅客専用船向けに製造された CRH5G の増備車は寒冷、乾燥地域での走行により適した仕様になっており、車体の外見もそれまでの編成から変更されている。車服が拡張され、新幹線、 他の CRH1 から3型と同等の一列に最大5席を設置。初期の車両の座席の向きは CRH1 型と同じ固定式で CRH2 型、CRH3 型のように座席の向きを回転して変えることはできなかったが一部の車両では座席が回転できるようになっている。ただし回転式の座席を有する車両は座席定員が減少している。 ありがとうございます。